私のせいで、おぼろを。私が必ず救いに参ります。必要ない。え、おぼろは己の意志でここに来た。ここで消滅するならば、それがおぼろの定めである。そこにお前が関わる必要も、罪の意識にとらわれることもあります。捨ておけばよい。無理でございます。私は参ります。どこへ？おぼろのもとです。そなたにおぼろの居場所がわかる？それは。ならばここにいるがよい。スリル様、わしが行こう。罪様の行方が知れるのである。お主はまず魔界水軍を立て直す。わしは次姫には借りがある。少しは返さぬ。赤坂殿も陣に戻ったばかりではありませんか。何、わしの方は大丈夫じゃ。わしに任せろ。お主にも先日助けてもらった借りがあるからの。よいな、青年。勝手にするがいい。あずき、行くぞ。あずき、起動。猫娘は誠に打ち果たした。猫娘はお前の仲間であったのではないのか。お前は仲間を救うのではなかった。生命様、それはあんまりだ。軌道丸がどんな気持ちで。ならばお前が救ってやるがいい。軌道丸は怒りと悲しみに支配された。それではいずれあの者冥界に落ちてしまうである。生命様、行け。やつら、住友の居所はいまだ分からん。はい、我らも探っては見たのですが。分からん。我々は今まで通り五号成分と名役を堅持いたしましょう。玉地さんに噛まれた傷からは呪いが侵食されているのでございましょう。呪いが侵食。玉地さんはケロを乗っ取っただけでなく、発見師の魂を乗っ取ろうとしております。そもそも我ら発見師は玉地さんの呪いより生まれたようなものでござる。このままでは、このままでは。すでに篠の中に封印されていた八つ房が解き放たれました。発見師の中に解き放たれた者たちは全て解き放たれた。その霊力は冥界に利するということだ。すみません。気をやんな。解き放たれた者は再び封印するしかあるまい。そんなことができるのですか。手がない、わけではない。創設セブン、セブン、セブン。どうして右近様、奥方様さんだけのが冥界軍に囚われた。死の谷ある、救ってほしいある。俺たちだけじゃとても。わかる、私が指揮を。出陣だ。
ここにいるしかないのです。それが今もつらい。悩んでいても仕方あるまい。高尾さん、それを言えばわしもここにいる意味などわからぬわ。お前に魂を救われ面倒なことになったとお前を恨んだこともある。しかし今は違う。ここにいることもわしの定め。ならば存在し続けることも一つの理由じゃ。存在することも一つの理由。お前が何を悩んでいるのかはわしは知らない。興味もない。しかしお前にはわしを救った責任がある。責任。くどくど申しても始まらない。もののふは戦ってこそ俺の思いを伝えるものである。木戸まで。どんなことがあっても猫娘やカッパを助けよう。無理だよ。助けよう猫娘。まだどうなったか分からないじゃないか。木戸丸はもっと強くなれ。もしオラと戦え。Yeah.
今しばし時を私にお与えください。よかろう。わしだけではない、皆お前を待っておる。お前なくばこの魔界に光は刺さぬからの。みんなを助けよう。それではわしらはわしらで行くとするか。はいよ。せーの、よく来たの。お前たちと戦うのも飽きた。とも言っておられるようだな。右近様、三三郎、十三様、三人を離せ。あどうね。皆の者、玉梓を封印するのじゃ。剣を取り返すのはその後じゃ。それが剣のの思いでもある。おう、アシ、お前は末恐ろしい。こうして戦いを続けることで魔界の霊力を極限まで上げるつもりであろう。ならば戦わぬか。戦わぬわけにもいくまい。そうであろう。それはまたお前のためでもあるからの。お互い様じゃ。ガスパー、お倉田の音が聞いてみたいものじゃ。音を鳴らせ。
Boom!